怒ってんちゃうんこれ、バレットさん。怒ってんちゃうんこれ。ち、報酬かよ。すっごいな。ボクサー顔負けのスパーリング。ああ、テレビか、これは。やっぱテロなんだね。ソルジャーの投入、マジいつか戦わなきゃいけなくなっちゃうじゃないか。口が回ってないよ。そっか、興味ないとか言いながら俺に話しかけて。グラドさん、本当は友達欲しいんすよね。ねえ、そうなんでしょ。冗談じゃない。そうかな、なんか寂しそうなんだけど。俺見てるのでよかったらいつでも OK っすから。優しい、優しいな、ベンチ。報酬、あー参ったわ。確か高額って約束よね。まあいっか、口約束だし。さあ計算しなきゃ。やだ、クラウド聞こえちゃったかしら。みんなには謝っておくね、いい子。優しいな、みんな。なんだかんだいい奴らだよね。クラウドだけだよな、来てほしいの。ウェッチじゃない、ミックスにも話したいんだけど。向こう行けないこれ。死んでる、伸びてる。はい、どうも皆さん、こんにちは。ファイナルファンタジー7、続きやっていきたいと思います。前回ですね、ここで切ったんだよね、確か。この居酒屋みたいな、バーみたいなとこで。そしたら、なんかちょっと、録画を始めるとしたらですね、急に始まってしまいまして、すいません、会話がちょっとだけ抜けちゃってます。ティファがね、下から上に来まして、クラウド協力してくれ、みたいな。協力してよ、クラウド、みたいな感じで、会話が進んだところですね。バレットたちが何とかするんだろう？俺には関係ないさ。ああ、本当に行っちゃうんだ。可愛い幼馴染の頼みも聞かずに行っちゃうんだ。ティファとクラウドってそっか、幼馴染なんだっけか。ん？よく言うぜ、悪いな。急にこれ、キャラ変したな、よく言うぜっていう選択肢。まあ今までのクラウド見た感じだとこっちだと思うんだけどな。よく言うぜにしてみる。どんな返しが？約束も忘れちゃったんだ。約束？やっぱり忘れてる。思い出して、クラウド。あれは7年前よ。7年前。クラウド何歳だ？ 7 年前っつったら。結構ちっちゃい時。ほら、村の給水塔。覚えてる？ああ、あの時か。ティファ、なかなか来なくて、ちょっと寒かったな。あ、かわいい。これ子供クラウドじゃない？かわいいですね。お、またせ。めちゃくちゃ星綺麗だな。何？話があるって。俺、春になったら村を出てミッドガルへ行くよ。あ、ミッドガルに来る前の話か。男の子たちってみんな村を出てっちゃうね。男はいつか旅立つ生き物なんだ。ポケモンでそう教わった。俺はみんなとは違う。ただ仕事を探すだけじゃない。あ、リンゴジュース持ってくの忘れた。あ、やばい、喉が。喉乾いた時に飲もうと思って、持ってこようとしてたんですけど。すいません、こっちの話です。俺、ソルジャーになりたいんだ。セフィロスみたいな、最高のソルジャーに。あー、聞いたことあるね、セフィロスって。セフィロス？英雄セフィロスか。あ、後ろで束ねてんだね。クラウドって髪の毛。チビクラウドだけかな。
スルジャーになるのって難しいんでしょ？しばらくの間、村には戻れないな、きっと。ん？何笑ってんだって感じ。何がおかしいんじゃって。大活躍したら新聞にも載るのかな。頑張るよ。ね、約束しない？あのね、クラウドが有名になって、その時私が困ってたら、クラウド、私を助けに来てね。はぁ、あ、私がピンチの時にヒーローが現れて助けてくれるの、一応くらい経験したいじゃない。女の子ってみんなやっぱりこう思ってるのかな、心のどこかでは。はぁ、あ、冷てぇ。子供の時から冷てぇ。いいじゃないのよ、約束しなさい。あ、でも男の子ってこういうの言われちゃうとね、返しに困るよね。わかった、約束するよ。あー、これの話か。だからアバランチに入って一緒に世界を救おうみたいなティファの話か。思い出してくれたみたいね、約束。俺は英雄でも有名でもない、約束は守れない。でも子供の頃の夢を実現したんでしょ、ちゃんとソルちゃんになったんだもの。うん、そうだよね。だからね、今度こそ約束を。あー、焼きのおにぎり登ってきたよ自分で。ゴキブリかお前は。ちょっと、おい、ちょっと待て、ソルジャーさんよ。空気読めねえ、しかも。パレット。約束は約束だからな。ほら、金だ。よし。バレットのへそくり、1500ギルを手に入れた。あー、結構な大金じゃない？俺、確か600ギルぐらいしか持ってなかった。おい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 。こんなしけた報酬、冗談じゃないね。え、それじゃあ。お！なるほど、そういうことか。次のミッションはあるのか。売却の3000で受けてやってもいい。なんだと？いいからいいから。ひそひそ、人手に困ってるってのが本音でしょ？ぐぅ。残りのへそくりはマリンの隠しだぞ。かわいちょー、バレット。大変だな、お前も。2000だ。ありがとう、クラウド。ほうほう。動けるけど。これ何してたの、クラウド、ここで。ここで寝たのか、お前。ちょ、お前。ひもじいにも程があるぞ。ここで寝るって、ちょっと。じゃあ上に行くのかな？なんか調べられたりするか。行ってみよう、上。何もなさそうだな。こんにちは。おはようございます。おはよう、クラウド。よく眠れた？バレットの響きがうるさくて、ティファーがそばにいたから。どっちがいいかな？こっちにしてみようかな、下に。それどういう意味かしら。あら、鈍感ね。ティファちゃん、鈍感ですね。今回は私も行くね。標的は5番マコールだ。ほうほう、今回は5番か。詳しい作戦は列車の中でな。はーい。おう、クラウド。作戦の前に、一つお前さんに聞きたいことがある。はい。実はな、俺はマテリアの使い方をよく知らねえ。バレット。俺もだ。俺も知らん。拾ったマテリア俺もあるけど、意味がわからなかった。拾ったマテリアはお前にくれてやる。だから教えろ。さて、面倒だが説明しよう。面倒くさい。面倒くせえよな、クラウドな。実は知らないって言えないもんな。ソルジャーさんたちの秘密ってわけか。まあいいだろう。後でジェシーにでも聞いておくからな。だがな、マテリアはお前が管理しろ。ああ、マテリアシステム。
メニューを開いてマテリアを選ぶことによってマテリアの付け替えができるようになります。クラド2階、違う、武器屋2階のおじさんから伝言よ。はい、あげたいものがあるからお店によってだって忘れないでね。マリン、お店頼むね。え、すごいな、マリンちゃん。お店、ちゃんとお店、店番できるんだな。バチバチバチって言ってるけど。お酒作ってんの？いってらっしゃい。はーい。頑張ってくるよ、お兄ちゃん。お兄ちゃん、ちょっと、頑張ってきますよ。マテリア、開いてみますか。これか。これ前なかったよね、多分。前メニュー開いた時はなかったんだよな。じゃ、また。また、相変わらずコントロール荒ぶってんな。クラウドのマテリア。どれ？これか、回復のマテリア。これ拾ったんだっけか。イカズチ、霊気、魔法？どういうこと？ここに、セットする感じ？どっちかね。ブリザード、サンダラ、サンダー。回復。ああ、イカズチと回復になるんだ、これで。で、今、霊気がしまってある状態ね。あ、どうしよう。回復入れとくか、一応。魔法は2つしかまだセットできないのかね。あ、それとあと装備だね。バレットさんの装備を変えときましょうかね。ブブー。あれ？あれ？拾わなかったっけ、なんか。新しい武器。あれ？俺武器拾った気するんだけどな。持ってないやん。あの、最初のボス倒した時、拾った気がしたんですけどね。誰や、お前。こっちや。誰かの家？誰の話だ、これは。あんな子でもって。あ、うん。買わねえとどんな目に遭うか想像してみれば分かるな。怖っ。武器や、これ。おう、アイアンバングル。これ防具か。アサルトガン。あ、そう、これだよ。アサルトガン。手に入れたと思ったんだけどな、俺。持ってないんだけど。手榴弾。これアイテムか。なんかアサルトガン買うのもな。手に入れたはずのものがないって一番嫌だよな。あれ、ボス倒した後のセーブデータは統一されてるはずだと思うんだけどな。ここかな？お、セーブポイント。セーブポイントが跳ねてるよ。生きのいいセーブポイントだね。この人、毎度おなじみ、初心者の館だよ。あんた、素人だってか。その目は、そうじゃないって言ってるぜ。いや、素人です。元ソルジャーを舐めるな。どれだけ物知りか教えてやる。しかも無料でだ。ああ、なるほど。クラウドが教えてくれるんだ。魔法を使った回復、武器の防具の使い方、マテリア。はいはい。戦闘時の体型。自分の状態、リミット技の使い方。一応ちょっと全部見とこうかな。カット、まあ、挟むけど、多分。こんなもん？いいかな、ここも。あ、全体からマテリア。お。はい。よかった、気づいて。これは？エーテル。ありがとう。ここは？ここ何？アイテムショップ的な？こんなスラムじゃまともなくすれば売れんな。お、こりゃこりゃ、これは珍しい。あんたまさか客かね？うん。アイテム。ポーション。フェニックスの毒消し。あ、炎売ってる。今んとこ炎だけ持ってないんですよね、マテリア。2153ギルか。何買えばいいかな。ポーションも買っとくか。5個しかないからね。いくら？ 50 ギルか。3個くらい買ってもいいかな。フェニックスはまあいいか。毒消しも一応買っとこう。3個。で、あと、炎。
これも買っとくか。まあとりあえずこんなもんでいっかね、最初。さあさあ、そしたらちょっとマテリアを見てみますか。全体化サンダーで、ワレット回復でいっかな。バレットさん光栄だしな。とりあえずね、様子見だけど。まだティファーに霊気炎どっちでもいいんだけど、炎にしてみるか。よし、こんなもんでいくか。あ、いたいた。僕もう耐えられない。いいわ、私もよ。初めてダニー剣があったの。ええ、それじゃあ。ええ。寝たのか、これは。グーグー。耐えられないってそういうことか。はいはい。はい、ありがとう。じゃあ行きましょう、早速。ここまで43分くらい撮っちゃってるけど。長すぎたな。チュートリアルむずくて。さあさあ。おう！こいつは貸し切り列車じゃねえぞ、チレチレ。また危ない人たちと一緒か。私もつくつく運がないな、これ。前も乗ってた人か。サラリーマン。バレットさん急にアップになるのやめて。うん？かわいいな。レゴブロックみたいだよね、FF7。うん？どうしたの？おい、随分空いて上がるな。どうなってる？お前が追い払ったからじゃないの？普通に空いてるってこと？君たちみたいなのがいるから、ついてるんじゃないか。ボカン。おいおいおい、恐喝じゃないかそれ。大丈夫か？ヒーヒー。ニュースぐらい見てるだろ？アバランチの爆弾テロ予告があったんだ。こんな日にミッドガルに出かけるのは仕事熱心な私たちサラリーマン死んだぐらいさ。シンヌに勤めてんのこの人は。貴様、シンヌのもんか。わ、私は暴力には屈しないぞ。バレット。読めなかった。すいません。ち、あんたついてるぜ。まあ、シンヌ社員が全員悪いかって聞かれたらそういうわけじゃないと思うしな。さて、どうするんだ。け、落ち着いてやろうだぜ。こっちのペースが狂っちまう。おう、っていうかバレットさんあれ爆破予告してたんだね。そりゃ電車誰もいないわけじゃん。出かけようって思う人いないでしょ。作戦、うん、仕方ねえ。説明してやる。ジェシーから聞いてたのが、上のプレートとの境界には検問がある。ああ、前回言ってたやつか。列車ごと ID スキャンするシステムだ。真の自慢のね。はい。今までの偽 ID はもう使えねえ。本日もご乗車ありがとうございます。4番プレイステーション到着予定時刻はミッドカル時11時45分。ID 検知エリアまであと3分ってところで、ね、時間ないよ。どうする？よし、あと3分経ったら列車から飛び降りる。いいな。マジですか？大丈夫？みんな無事に飛び降りるのか。それはクラウド、こっち路線図モニターでも見てよ。てかティファも普通に今回参加するんだね。他の3人いないけど、ビックス、ウェッジ、ジェシーさん。あら、もう何度も見たって顔してるのね。前回も見たからね。まあいいわ、もっとそばに来て。誘ってんのかお前は。お、警報。おかしいよね。ID 検知エリアはもっと先なのに。どうした？ A 式非常警戒体制を発動。列車内に未確認の ID を検知。各列車、緊急チェックに入ります。繰り返します。マジ？どうした？どういうこと？どうなってんだ？まずいことになっちゃった。あ、ジェシーさん。説明は後。早くこっちの車両に。
ッチ、しくじりやがったな。シャドウ1に未確認 ID 検知、ドアロック準備。やばい、早く急げ、急げ。移動しろ、早く。出らんなくなっちゃうぞ。今、時間本当に出てきたな。めちゃくちゃビビった。車両1、ロック完了、警戒レベル2に移行。急ぐんだ。お、レッツとビックスも来た。これも下に行くんだろうな。走って。はい。作戦2にチェンジ。走れ走れ、クラウド。OK。車両2、ロック完了、警戒レベル3に移行。よし、抜けたか。まだよ。次の検知がすぐ始まるわ。バレたらアウトよ。でも心配しないで。前の車両に順々に移っていけばやり過ごせるわ。車両、前の車両がなくなっちゃったらどうするんだ。飛び降りるしかないよな。はいはい。やばい。あー、邪魔するやつがいるんだね。ニヒニヒって。やばいやばい、また。もう時間が始まってる。こっち。あ、邪魔、邪魔、邪魔、君、ちょっと、ちょっと、君、あ、やっと届いた。あー、ギリギリだったな、今。警戒レベルマックス。ここは、まだ、急ぐ ?OK かな、とりあえず。おう、こっちだ。やばいな、FF めちゃくちゃ緊張するな、これ。時間。タイム制限。だいぶ。あ、俺動く感じ?はいはい。あ、ごめん、飛ばしちゃった、制服今。シンナの制服似合ってるかな?そうだな、今はそういうところじゃない。そうだな。素敵だよ、男勝りで。え、嬉しい。あ、嬉しいんだ、それで。のかしら?だよね。さあ、どうする?あ、なるほど。今作戦に集中しろ。ごめん、そうよね。喋れるんだ。ティファ。怖いね。今更なんだよ。大体どうしてきたんだ。確かに。だって。お二人さん、時間がないぞ。で、あ、今度はこっちと喋れる。で、バレットさん。おう、時間がねえ。なんとかしてやれ。あと喋れる人いないかな。もう行っちゃっていいかな。じゃあ行くか。こっちかな。右かな。うん、決めた。よく見てて。私飛ぶから。おお、一番目。ティファ最初ってなかなかやるな。先に行くが構わないな。リーダーは最後まで残るもんだ。いいから早く行け。かっこいいね、バレット。おう、気がすんだよ。作戦はこっからが本番だぞ。了解と。じゃあな、後始末は頼んだ。よし、ここまでは予定通りだ。はい。しかし5番マコールにたどり着くまでは油断は禁物だぜ。ビックス、ウェッジ、ジェシーが先行している手はずになっている。行くぞお前ら。